ビクトリアダムはスリランカ中部にある国内最大級のアーチ式コンクリートダム。マハウェリ川の川口から2 0 9キロメートルの位置にある。主な用途は灌溉用水の供給と水力発電。スリランカ最大のダムであり、発電量は国内の水力発電所としても最大。1978年に建設が始まり、 ジャヤワルダナ大統領在任中の1985年4月に完成した。ビクトリアダムはマハウェリ早期開発計画の一環として建設された。この計画は30年間にわたって構想されていたが、実際に経済対策として実行されたのは1977年であった。当初案では36万5000ヘクタールの土地に、灌漑用水を供給し、 600メガワットの発電も行う予定であった。ビクトリアダム建設のために、カナダの企業と国連開発計画、国連食料農業機関による調査が行われた後、1964年に建設案が提出された。工事が実際に始まったのは1978年8月14日であり、1980年には、ジャヤワルダナ大統領の下で、 主な構造物の工事が始まった。そして、1985年4月12日に完成式典が行われた。ダムとトンネル、発電所の建設は、イギリス企業による合弁企業によって行われた。また、ダム建設によって移動を余儀なくされた人々の人数は、当初の予想の4倍となる、約3万人であった。包み高122メートル、 堤々町長,長520メートル、堤々町幅6メートル、堤底幅25メートルとなっている。ダム湖であるビクトリア湖の面積は22.7、軽平方メートル、総貯水容量は7億2200万メートル、流域面積1869、キロ平方メートルとなっているダムからの水は、直径6.2メートルの導水路3本が入った。 長さ5646メートルのトンネルを通って水力発電所へと流れる。これらの導水路によって190メートル水筒が作られ3つのタービンを回す。これによって年間 780GW 時の発電能力が得られる。ダムには8つの放流設備が設けられており、それぞれの幅が12.5メートル、高さが6.5メートルとなっている。これらは 水位が一定の高さを超えると自動で解放される仕組みになっている。ビクトリアことビクトリアダムのパノラマ写真。マホーリープロジェクツプログラム1983。USAID2011 年5月1日。閲覧。ビクトリアプロジェクトスリランカ。UK デパートメントフォーインターナショナルデベロップメント2011年5月1日。閲覧。ありがとうございます。